今日はね、杉田屋さんの原点、ラーメン丸吉跡地を訪れます。海老川渡り船橋駅から徒歩十数分の場所です。向こうに見えますのは京成電鉄です。はい、こちら鉄橋と総武線、そして手前の木と赤い消火栓のポールにご注目ください。はい、当時のままですね。ではぐるっと回ってみます。こちらの建物、見覚えはないでしょうか。ポストとガードレールにご注目ください。はい、手前の赤い看板がラーメン丸吉さんです。右側の床屋さんは当時のままでした。はい、丸吉さんがあった場所、現在 NPO 法人となっていました。こちらですね、ラーメン丸吉跡地です。吉村屋さんへの憧れからラーメン丸吉と津村進さんが名付けられ、あの伝説の原点となった場所です。